すいませんまたサーバーが落ちちゃいました2018年2月の27日23時47分ですごめんなさいねあのサーバーが弱くて落ちちゃうわごめんねみんなサーバーがちょっと弱いね今日はいやゆかち本人が上がった方が一番いいんだけどね 上がんないでしょ本人は上がり直し OK です声聞こえるきんぴらさんミスワンとかい狙ってないよ、うん、めんどくさいっつうかなんかもう話聞かないで囲い込んでるだけだと思うから頭おかしいように聞こえてくる。 サーバー弱いのかないやおかしいよいや宗教っていうかバカこいでしょ宗教どころじゃないのああ聞るん馬聞こえるよバカこいでバカこいうん いやもうあなたたちの論理は聞き飽きたよなんか宗教みたいで気持ち悪いよいやマジっすかいやそうっすかねいや気持ち悪いようーんだってさ本人がさ不正認めてさなんでよく分るんだいやだからバードさんおっしゃること分かるんですけどだから本人不正認めてたっていうのは僕も分かるんでだから本人認めて謝ってたわけじゃないですかだか僕それで終わりでいいんじゃないかなと思うんですよ 実害が出てるわけだよじゃあさその他のさあの1位になってほしいと思ってたリスナーさんに対してはどう思うのああそうっすねそれはまあもしさゆかじ以外の人がそうやって1位取ってたらさ許せる あそれはまあよくないことだと思いますよ。それはまあもちろん不正自体がよくないことだと僕は思いますよ。それはうん。で、謝っただけでさ、許せる腹の虫を収まるいやまあ不正はよくないことだと思いますけど、じゃあなんでゆかちの時だけさ、の守るのいやユカチの、ゆかちのと時だけとかじゃなくて、ゆかちの本人も分かんなくてやってたわけじゃないですか。いや、分かってやってたから DM でやってんでしょいや、あの、本人言ってたんですよ分か。こういうことしてダメだって言ってた。ダメだって、ね。いや、でも、規約に書いてあるんだ。もう、規約に書いてあるんだよ。うん 規約の話は分かるんですけど、うん、その本人がその何て言うんですか、裏技っていう認識でやってたっていうふうに話裏技っていうのは不正のことだから。技じゃなくて裏技なんでしょう。いや、裏技は裏技裏技じゃないですか。不正とは書いてなかったんで。っていう認識だったんで。もうそういう言葉遊びくだらねえよ。いやいや、だからそういうことじゃないですか、別に。裏技そういうことっていうのは、裏技,は裏技っていうのは表の技じゃないって意味だから。いやそ,うそうですよ、その通りですよ、うん。でしょうん。反則って意味だから。 うんだからそれで叩かれてるのがよくわからない,い叩かれるでしょ裏技使ってたらじゃあさゲームの大会でさ、はい、公式には認められてない裏技使ったら叩かれるの普通じゃない、はい、いやそうですよ知ってて使ったらダメだそうだよねそうですよって言ってたよね知ってて使ったらダメだと思いますけど、うん、それはわかりますよ和田さん裏技だっていう認識があったんだってだって本人が裏技だって本人の口から言ってんだから 本人の口が言ってんだよ、もう、バカっこいいことだと、うん。いやだから、から本人の口で言ってたんですって、だから、から悪いこと,だ,とっ裏技だって言ってっじゃん、本人が。いやだから、悪いことだと知らなかったって本人言ってたんで、バカすぎるのね。あの、あの、Ado さんね、あの、はい、これあの、今回はマジで、はい、あの、話すんですけどね、はい。あの、それを、あの、廃止業としてね、頑張ってる人たちだっているのにね。 一、はい、人だけそういうあれっていうのは僕もね納得いかないですよ納得いかないですよね<ー>僕も納得いかないですよだっ,だってそれで普通に生計を立ててる人もね<い>中にはいるのに、はい、なんで一人だけいやあいいっすかちょっといいっすかあ<ー>どうぞいやなんかそのなんかすごいユカチだけ囲ってるみたいなこと言ってますけどユカチじゃなくても上がりますよ ああ聞こえてますか聞こえてますよ。聞,す聞,す聞こえますこの戦争を止めに来た。アライグマ、グマそして魚、うん、そして名も知らぬ…レッサーパンダですから。アライグマじゃないですからね、これ。失礼しましたレッサーパンダですから。失失礼礼しししままたしたレッサーパンダ、そしてサカナ、いいね、そして名も知らぬ…ラジオ。 もう仲良くしようねあのあれですからノーサイドにすればいいんすよもういや、さヨーブンイに一言言っていいヨーブン一言言っていいヨーブンイトウ言言っていい前から言いたいことあったんだけど一言言っていいちょっと待てよお前この真ん中の下のジジイ誰だヨーブンさヨーブンイト言言っていい俺この場を借りてちょっと話題ずれちゃうんだけど一言言っていいはじめまして和道です <あ>お前も水増しやってる脱世配信者の一人だと俺は思ってるからあのこの人やるあれですよねあの広島カープの菊池ですよ水増しやってるよなええ言言うけど、ね、あの広島カープの菊池にそっくりなんですけどこれちょっとおいデサパンダしゃべるないやどうぞあのね水増しって言うけど俺友達の枠開いても600人きとったからいやだから水増しだっつってんのじゃあ水増しして俺より閲覧あげればいいや いのいやいやいや。 そこまで水増し疑惑を出すのであれば、だって、お前の配信で600人集まるわけねえじゃん。いや、でもね、なんか、それって痛くないですかなんか、実力で600人集めてるのに、それで水増し集めてねえよ。こんなのが600人集まるわけねえだろ。みんな思ってるよ。に集まってるわけじゃない同業でみんな言ってるよ。養分とか600集まるわけねえだろって。いや、そんなことして、まい大体それ、あの、いやいやいや、違いますから。それはちょっと嫉妬ですよ。 だって本人が認めたらお前もやればいいじゃんって。お前もやればいいじゃんってことは俺やってるよってことでしょ。ライダーのワンが見てて、レッサーパンダと戦ってる時ね。レッサーパンダ頭いいなと思って。いや、そいつはあのとんでもないあの売国クですから。あいつはちょっとバカだ。あいつは頭が悪いですから。あいつは頭が悪いですれや。相手にせんかったからね。ねワワド。 ね普段いつもなんかたまーにね見に行くけどなんかねシルバーアクセがどうのこうのってなんかやってるけどや,やってた <laughs> これずっと思って見てるけどなで今回たまたまこうやって上がったけどな酔っ払ってたからねでワード何悲願でんのお前お前はいいよ喋るなお前あマシや,やジージー許せお前お前誰だよいやそもそもねワードさんね<や>お前誰だよ さんあちょっと黙っててもらっていいですかちいった話を聞きましょう。いや、あのね、そんなあの水増しを閲覧して、そもそもね、それで喜んでるっていうのはね、かわいそうですよ。いや、かわいそうだよ、ほんとに。だって、そんなことしてもね、自分のためにならないしね。 うん、そうそう、長い目で見たときに、実力じゃないですから、そうそうそう、そういうのが、必ず自分に跳ね返ってきますからね、そうそうそう、そういうのっっやってるやつは勝つんだよ、レッサーパンダおい、ちょっと待ってくれ、レッサーパンダ、ちょっと待ってくれ、どうしたんですかレッサーパンダ、なんで俺が水増ししてるみたいになっんのいやいや、あの、全然、水増ししてるんですか逆に。何水増ししてないけど、こういうさ、昔から頑張ってるやつさ、企画とかなんかいろいろやってるやろ、 その中、俺さ、たださ、企画も何もない。ただ俺、酒飲んで喋ってるだけで、こいつらをいつの間にか抜いちゃったの。<ー>ま、やっぱそれは実力ですよね、やっぱ、えー。その結果、なんかこうやってさ、大手配信者って呼ばれるさ、閲覧さん200人ぐらいのやつらがみんな揃って言うよ。ね、3倍目ね、ゴミ入れとかね。 ヨーベンお前は水増ししてんじゃねえかってだったらお前らほんじゃお金払ってても俺より閲覧ね上に行ってみろって思うんだけどつーかねーつかあのつーかそもそもね配信自体がもう嫉妬の塊ですからねーけどおいレッサーパンダ俺はお前に言いたいことかい,いやどうすか口閉じろお前なぁそ,それはお互い様だろ口開けすぎないまずな あともう一人、ヒな何やお前については何にも知らん。だからお前については喋ることもない。なんか何やらんからな何やねやねや何ゃ何や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 にゃうるせえお前何や何やなんだこのバカ。よっては人はねえだろボケ。や何つってんだお前はっきり喋れよこのボケ。や何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 やゃや何や何や何何や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 何 よやめろラッパーカーがバーガー。コるエルジャニーのゴミ。お前が一番ランデーがゴミ、ジオガンデー。ミズノンデノガショんジュノンデノガシラネゲデヨー。ユウ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 。なんだよ、メバーガー。アットマワリノガメ、酒飲んでデシャベレレンデ、サケノメネ 上がってくんだよ一丁前にこの場がいや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 何が言ってんだよはっきり言ってよお前よごめん養分何してきたのえ戦争止めに来た何言ってんだだからお前にしてないさいや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 誰か通訳してるよお前おい養分じゃワードお前代わりにちょっと通訳してやれこのひげのおっさんに 小峠じゃそのさ、あの取材と関係ないことで売名するんだったら帰ってくんね。お前に売名できねえよ、ワードお前。前向け前。前見ろよ。多分このどこ見てんのかわかんなだったら上がってくんねよ。こんなアホ。な、お前、一丁前にシルバークセとかどうのこうのってだ作ってる、配信してるけど、あれ重要ねえかんなこのバーカー。なんだよ、お前は。なんだよ。すまんねえから、落とすよ、呼ぶ。これねえよ。 てらっかけて。ごめんなさい。<あ>落とすやまさん。あの、ちゃんとしたね。あ,あの、ちゃん。ちゃんとした。あの、話し合いよね。あの。うん、大丈夫っす。大丈夫っすか、うん。あ、聞こえますね。あ、はい、うん。 あの外野がね外野が集まってくると全然話し合いにならないですよそうですねちょっとごめんなさいそもそもねあの皆さんにも関係ある話ですからいや本当に本当に大事なことですよこれは、うん、だってもう、うん、今そんな話言ってんねえんだよてめえは、うん、大丈夫だこいつはの崖の上のホモさん言いたいことをおっしゃってくださいどうぞ 言ってることは酔った。あは。じゃあすみません、酔っ払ったのなら <laughs> あの他行ってください。落とします。そこはよくわかんないですね。これはちょっと、うん、ちょっといらないですね。これはちょっとよくわかんないですね。あれは。うん、ごめんなさい電波さん。いやあいや全然いいですけどね。うん、あのそもそもあのこれってはあの、はい、僕もあんまりよくわからないですけどね。これ。はい あのいつからこの水増しっていうのはあのさされていたんですか水増しが大体来たのが去年の僕は10月頃に確信に変わりましたねああ去年の10月ちょ,ちょっといいですかちょっとあの僕あの水増しについて分かんないんですけどはいああえ水増しってあれですか,なんかツールかなんかで増やすんですかツールっていうかタブでまあまあツールだって言ってもいいしまあ簡単に言うと複数アカウントで入るみたいなああ,あの、ね、サファリーのタブを複数開くと閲覧あげたりとか えっと、グーグルのクロームでエミュレーターで増やすっていうやり方だねああそうなんですか,、うん、なんか水増し水増しが強く分かんなかったんでうんいやそもそもね、うん、あのそれ許してる配信サイトってふわっちぐらいじゃないですかいやツイキャスもやってるでしょいやあのニコ生だと F5 連打であの水増しとかねあまあコメントを増やしましたねいやそういうのありましたけどねはいやってる配信者はダサいっすよ いや、それはその通りですけど。うん、まあ、水増しじゃダサいですね。まあ、それは思います、うん。いやいや、あの、水増しダサいって言うんだったら、メガホンも水増しだからね、これ。いや、メガホンは、いや、だから言ってるじゃないですか。だから、その。いや、メガホンも水増しだよ、これ。いや、だから悪いことだと思うんですけど、うん本人、謝ったじゃないですか。いや、謝ったら済むって問題じゃないからね。え、じゃあどうすればいいんですかって言ったら、A 番ってですよ、ね、いや、だから A 番になるのが俺は妥当だと思うよって言ってんの。うん、うん、A 番はちょっと僕は思わないですね、それは。 うん、あなたが思わないだけでしょ、うん、僕はう、ね、コメント欄見てこらいよ英版英版だって思ってるよみんなあーちなみにその人はあのー、謝罪放送とかあのしたんすかあ知ってます、ね、んすけどせんす今はなんか不適された態度で、うん、私別に知らなかったから裏技したぐらいのつもりだったって開き直ってたんですよマジ、うん、開き直ってた感じじゃないですけどねいや開き直ってるように見えたよ、うん、みいや,いやみんなそう思ってるよ 見てるやつがやそういうふうに違,違,ああ違いますからいんすああ見てるやつがねあの普通にそういう風に思ってるって思ったらもうそうなるんですよ結局多くの人は不快だったと思うよいやまだどういう、ね、内容なのか知りませんがいやそういう事実があるとするならばねあ、あのー、処置をねやっぱり運営はあのした方がいいと思いますよ

ビンゴやっった後にごめんなさいはねえだろうっていうああそれ僕もねあの思ってましたタイムシフト見たら、うん、なんでこの女あのビンゴやってんだと、うん、おいおい <laughs> それおかしいだろうと、うん、そう思いますよね、うん、いや普通の人間だったらそういう反応しますから運営さんの対処次第で俺も荒れると思ってますね 運営,運営さんはあの、厳格に対処するべきだと思ってますねううランキングから外すだけじゃ甘いと思うよランキング外すのなんか当たり前だけどさていうかこれは犯罪じゃないんですか逆にあの薄い思,思ったんですけどねうんまあ犯罪まあまあ立件されたら訴えられたら負けるんじゃないですかさすがにこれはやばいでしょう うんでもやっぱその犯罪かどうかもう踏まえて判断するの運営ですからねやっぱそれ、まあ、まあまあうん、うん、でもきんら高校さん<や>もう言いたいことないあもうちょっとあ,、ね、あ,あなたの意見分かったから一生囲い続けるんでしょユカチは悪くないでしょ運営が悪いでしょいや,いやだからあのほになかったら別に話すことないからあいいですか,いいですかどうぞあだからそのユカチもまあやったのは悪いと思いますけどうん 結局そのツールっていうか抜け道を作った運命が悪いのであってゆかちゅう A 番っつうのはおかしいと思いますね。うん、わかったわかった。ありがとうね。わかりましたあっ、じゃあすいません。はい、失礼します。あなたの意見は分かったけど、俺は A 番にするべきだと思う。まあ、ですから、俺はそう思わないですけどね。まあ、すいません。一生思わなくていいです。はい、気づけ、お前は。なんでこんな。 あの多すぎなんですよ<や>残念なことが言えないいや、うんき、聞こえますか聞こえますよ いや、どうりでね、あつまんない配信者が、なぜかランキングにいるって、最近ね。あ,あ,あの、いや、いや、そう思いますよ、僕も。<や>つまらない奴がなんでリスワン上位にいるんだとか、なんでこんなクソ面白くない奴がアイテムもらってんだって思いますもん。それはね、あの、普思に思ってますよ、僕も。うん。うん、みんな思ってますよ。だから人が離れますよ、こんなの。いや、そもそもね、そんなことしたら逆に、あの、 スワッチの質の質問題になってきますからねそうっすねそうっすね<ー>間違いないっすなんでこんな問題ばっかり起こしてるのにそういうね、うんうん、また不祥事の上に不祥事じゃないっすかうんそんなことしたら全然メリットがないわけですからいやそうっすよ<ー>っていうかあの真面目にやってたリスナーさんがかわいそうなの、で<ー>僕は戦いますよその人のためにいやアイテム集めてた人がバカみたいだもんそうそうそう だってさこの人1位にしたいって言って花火投げてた人がバカみたいだもんそんなん許されないよ徹底的に叩くよ謝って許される問題じゃないよいや配信者だけですぐ話だったらいいですけどねう,うん理想はもう普通に巻き込んでますからね巻き込んでる人もそうしいだろうだそうガチで 1>, 1位にしたくて花火投げてる人たちいっぱいいるんだようん、うん、本当にや,やっちゃダメですよあの普通にありえないですからね うんうん、ああ許すまじい、うん、許すまじい行為っつうんですかこう,うのうん、うん、許せない行為ですからうんあ<ー>いやこれはちゃんとリスナーさんが「あのゆかち A 番にしてください」って言うべきだよ言わないと分かんないから運営さんはどれくらいの声があるのかっていうのか、うん。俺は許せないよ少なくとも。 でさっきアイテムくれて花火くれてさキャットダーくれた人なんかユカチのことを私信じてましたっていろんな人の意見聞いて目が覚めましたってアイテム投げてたのがバカバカしいです恥ずかしいですって言ってくれたんだよいやそのリスナーさんが普通にかわいそうですけどねうんううちょっと僕は自分のリスナーさんのためにも戦い続けますようう、うん、ありがとうございました幸輝さんいや全然いいですけどねはいううあのー 和蔵さんはいあとで女紹介してくださいいや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 ,いやなんで俺に女紹介してくれてみんな頼むのかよくわかんないわアンケート取ってみようアンケートじゃなくてこれは俺の個人的な意見だからアンケート取る必要なくなくいかアンケート取るる必要あるなくない別に。 な何のアンケートを取んの、うん、いや頑張るよ、うん、納得いかないよこんなん納得いかないよ床ついたやりたいどころじゃない虫が走るよもう会いたくもないよ絡みたくもないし会いたくもないよお疲れ様ごめんねコメント拾えなくてコラボの時はコメントは全部見てるからね みんなは許せないでしょ。いやー、メガホン集めてた人もそうだけど、有料アイテムでこの人1位になってっていう人もバカにされてたんだよ。デイリーランキング1位頑張って取ろうってなってた人もバカにされてたんだよ。うん、メガホンありがとう。A 版にするべきかアンケート ?OKOK。じゃあやってみようか。ユカチを A 版にするべきか、はい、いいえでやろうか。じゃ やってみるね、うん、じゃあユカチーを A 番にするべきかはいかいいえアンケートしますアンケート答えてくださいユカチーを A 番にするべきだと思う人ははい思わない人はいいえで いや、どうなんだろうね。アンケートの結果はわかんないよ。まあ、民意ってやつじゃないの。民ー署名活動っていうか、もうみんなが通報したら署名になるから、もう頭に来た人は通報するべきだと思うよ。俺も通報っていうか、運営さんにはちょっと話するよ。うん、メール一票を送らせてもらうよ。これは納得いかないよ。いくらなんでも。案件完了したうん。まあ、半分ぐらい、250人ぐらいいたら、行ったら開封しようか。 半分ぐらい「はいかいいえ」を押してくれるのあと50人合法っていうかね普通に悪いことだっていう認識がないんだろうね多分ね、うん、もうそうそうアンケート機能とかもう意味がないんだよ水増しとかもうメガホンが横行しちゃってるから普通の民意が取れなくなってるんだよね いや、囲いっていうのがいかにダメだよって言ってたのか、ワドリスナーよく分かったでしょ、今回の件。俺が言ってた意味分かったって。普段言ってたことだから、囲いはいらない囲いはアンチと一緒って。囲いはアンチよりも立ちが悪いよって言ってた意味分かったでしょ。あれが本当の囲い、囲いだよ。あれがバカ恋ってやつだよ。言ってる意味よく分かったでしょ。バカ恋の意味が。うん。運営に通報するのは、えっとね、プロフィールページに行って、 プロフィールページに行って通報ボタンがどっかにあるはず。じゃあアンケートをあと一人で開封します。いや、バカ恋の意味分かったでしょ囲いっていうのがいかにダメか分かったでしょだから今後、囲いっていうのいい意味で使わない方がいいよ。か昔からそうだけど、本来の意味は、囲いっていうのは他に迷惑かける人だから。開封します。うん、82%だよ。A 版82、82%だよ。 分かったでしょ82%がもう A 版で当たり前だよっつってんだよ。うん。これが普通だよ、うん。俺別に間違ったこと言ってないと思うよ。82%ってよっぽどだよ。どれだけ普通のリスナーさんを怒らせてるかだよ。まあ多数派が正しいとは思わないよ。俺も。ただ、多くの人がユカチに対して不快感とか不信感を抱いてるのは事実だよ。 そうじゃない俺は不快だったよ。ねえんで俺を通報すんね意味わかんねえよ。なんで俺が通報されてんね意味わかんねえだろうん。ありがとう。ありがとう。相手もありがとねうね、ん。いやもともとは俺は鮫島さんがこれは立役者だと思ってんの。鮫島さんが今回これを。 めくったわけですよだから俺は鮫島さん,んねっ鮫島さんが言ってたことに対して鮫島さんだけじゃなくて俺はバックアップしようと思った俺も同意見だってそう鮫島さんだよ鮫島さん嫉妬ではないよ嫉妬ではないよ昨日言ってたでしょいや鮫島さんはよくやったと思うようん不正をめくったわけだから ありがとうございます。大花火ありがとう、うん。全然おかしくないでしょ。メガホンありがとう。ありがとうね、アイテム。俺、自演じゃないよ、うん。自演花火なんかないよ。 他の人もやってる可能性はあるね。俺はユカチ一人じゃないと思うけど、うん、その人たちも叩かれるべきだよ。もう運営さんがね、こいつら全員 A 番にしますって言って晒せはいいんだよ。IP とかで全部わかるんだもん運営さんが。こいつら全員 A 番にしますって言って、賞金首みたいにさらし上げるべきだよ。こいつとこいつとこいつが不正やってましたって。正当な評価でマンスリーランキング並んだときに、 自分のおすすめの配信者が何人になるか見たくない正当な評価でアイテムもらってる人が何人になるか見たくないですか俺見てみたいよ。こんだけ不正が横行してる中で、本当に不正を一切なく真面目にやってるやつを単純なランキングは見たいよ。俺は見たい。A 版にするかしないかっていうのはリスナーさんが、あの、運営さんが決めることだから。でも俺はするべきだと思う。 俺は単純に純粋な実力が見たい。リスワンもマンスリーランキングも純粋なリス、あのー、ランキングが見たいよ。うん。俺はね。うん。どれさんは、お前おいどれの話したやつ誰だよ、お前誰だどれの話したやつ。どれさんは県外だよやめとけどれさんは県外なんだよ、今。 やめろ。言っていいことと悪いことがある。言っていいことと悪いことがある。今、どれさんの話はするな。な。本当に県外だから。リアル県外。ダメ。タブー。本当に人気がないの。いや、本当に人気がないの。不正行為ところじゃないだ。リアルにダメだ。 死んだ犬は蹴るな、うん、ダメで、うん、どれは何位かなっつうの一番言っちゃいけないことだよ圏外だよ、うん、リアルにダメなやつだよだってユカチはこん,、ね、こんだけ大事をして人としてダメってたたかれてんのわかるこんだけ大事があってみんなにたたかれてんのどドレさんは普通の枠やってるだけで人としてダメって言われてんだよ 普通に自枠をやってるだけで人としてダメって言われて、普通に県外になった人と炎上して、ね、人としてダメって言われてる人を比べちゃダメでしょ。何にもやってないのに、いわば普通に生きてるだけで人としてダメって言われたんだよ。どう思う普通に自枠をやってるだけで人としてダメってみんな思ってる人を叩いたらダメでしょ。うん。本当にダメなやつだから。いや、本当に本当に。話題に出したらダメな。言い過ぎだろって。 ああ。だって何も炎上してないんだよ。普通に話してたら人としてダメだってみんな言ってんだよ。うん。しょうがないでしょ、うん。かわいい。もうそろそろやめとこう。うん、そろそろやめとこう、うんうん。俺はね、人としてダメなクズなんだけど、ね、 人としてダメなんだけどなぜか花火は上がってるから、うん、初見さんいらっしゃいディスってないよ事実だよ、うん、ディスってないよ事実だよ、うん、ドレさんはね捨てゴロ出るべきだったよ セゴロベンジョーって、俺を出させてくれって、やったら株上がると思わないだけ叩かれてる中で、ドれさんが、自分から下に頭を下げて、あ、ごめんごめん。ハート花火ありがとう。俺はここでドれあ、ね、どれさんがベンジョーさんに突かけて、ベンジョーって、俺に、盛り上げてえわって。セゴロ盛り上げてえから俺を出させてくれって、下から行ったら超株上がると思うよ。いや、俺はそれ待ってるけどね。 もうごめんって。間に合わないのもプロモーションもあれなの分かってるって。俺、捨て頃盛り上げてえわって。頼むから一枠作ってくれ。弁償ファイナルマッチで俺とやろうぜって。すっげえかっこいい止まない弁償って。最後に俺とやらねえかって。無理を言ってんのは分かるって。出させてくれって。俺と一緒にやろうって。でしょ。 超かっこよくない？ああ、聞こえない？あああ、ああ聞こえない？ああ、ごめんごめん。次枠いく。もうコラボ枠取り直すよ。次枠行っていい？うん。うん。